本日は、ナスカ天心のボクシング2戦目への障害予測や、カメラ・樹モキが井上ナに一言、最後に西谷大成の発言に非難の声が集まった件を見ていきます。天心選手は去年、タケル選手との激闘に判定勝利。期待がかかったボクシングデビュー戦でも、ヨナハ選手という日本ランカーから判定勝利を収めるなど、キックと変わらぬ活躍。そんな天心選手は、試合直前の会見では、 慶応決着への意識は強くなりますよね。周りの人たちもそれしか言わないので、そこまで言うならやってやるよというノリでやっていこうと思っています。と、ボクシングデビュー戦ではできなかった慶応決着を断言しておりました。そして試合直前の公開計量後には、計量クリア、人生25年間が準備期間、もう一度言う、このためだけに生きてきた、それ以外に言うことはないと投稿、K1 竹内戦の時よりかも、 気合が入っているんでしょうかこの試合の重要性について力説しておりましたそして会見後の囲み次第でも天心選手の仕上がりぶりを父・那須川会長から説明いい感じだと思いますスパーリングもいたし下にしっかり根を張っていて一発一発パンチが重たくなっていましたステップも順応してきてますねキックボクシングとは違うスタイルの2戦目はさらに進化したものになると思います 彼は純能力があるから、やればやるほど強くなると、前回の試合とは違ったものになると予言。そこまで自信があることから、今回こそ KO 決着かと質問されると、すると思います。僕にも KO すると言っていますから、久しぶりですよ。2年ぶりぐらいかな。それにも、倒さないとダメでしょう。求められているものを形にする選手なので、やってくれると思います。対戦相手もスパやファイトスタイルを見たが、見る限り問題ない。相手のパンチを食らうこともないと思います。3ラウンドで倒しきれると思う。 透かせるパンチが入ればそこで畳みかけるでしょうと、サンラウンドの慶応処理を予測しておりました。そして。 注目される天心選手の2戦目ということで6名のプロボクサーもコメント1人目に内藤選手が天心が天才だからという風潮があるのかもしれないが2戦目でそれを組むのかって感じメキシコといったボクシング大国の王者と戦うのはリスクがあるとやはり階級が下のボクサーといえどもボクシング大国メキシコの王者と戦うのは危ないと指摘実際体格差的にも公開軽量ではあまり差が見られず対戦相手のルイス・グスマンも階級を一つ上げて戦うことに問題がない 自分もこの階級でで対応できると断言ただ内藤さん続けて練習を見たがかつてはキックボクサーだったのが今は完璧なプロボクサー負ける姿が思いつかない今回の試合も天心選手が KO 勝ち対戦相手のグスマン かなり好戦的でガンガン来るボクサー。だからこそパンチが当たると思う。それで KO できると思った。ただバッティングなどの反則も注意してほしい。今回も頭を当っていくるのでは。海外は指を立てて目に入れるなどの行為もすると自身もかつてカミラ選手との対戦でとんでもない反則をされたこともありましたが、それをされてでも天心選手が KO で勝つと予測しておりました。2人目に屈ケンさんです。 対戦相手について12戦10勝 6KO メキシコは軽量級の層が厚いからメキシコ王者レベルは日本王者レベルはあるよと既に日本ランカー2位の米原選手を倒したことで日本王者と戦うのではという声もありましたがメキシコ王者でも十分強いとしさ続けて前回の試合で反省するべき点はキックの色が強かった ラウンド数が長いから手数をどこまで見せられるかサルスポーだから右フックが使えるか使えないか3戦目でも日本王者になるのではないか世界タイトルもやりやすくなるからねと1戦目ではティックの色が強かったのでそれをどこまで修正できるかも勝敗以前に注目するべきと考察そして天心選手と同じく比較的軽い階級で戦ったトカシキさんは 日本2位のヨナワ選手相手に判定勝ちいい試合でしたがみんなは倒してほしかった。そして今回はまた弱いやつを選ぶのかなと思っていたら今度は強い選手と戦うということでねメキシカン相当自信があるんだろうね。今回も前回の試合を見たらうまくかわしてカウンターで後半 KO 勝ちするのでは とやはり前回倒しきれなかったということでカマスイのを持ってくるのだと予測するもそうではなかったことを称賛そして畠山さんも今回はスピード的には天心の方が圧倒的スポーツカーと 軽自動車ぐらいの違いがある。相手もどんどん打ってくる選手だから、どこまでカウンターを取れるのかも見どころ。他の2試合含めて、KO 勝ちで終わるだろうと天心選手の KO 勝利を予測。竹原さんも欲出して倒しに行かないと人気が上がらないからね。やはり自分のためにも倒すボクシングを心がけないとダメだと思う。僕は6ラウンドから8ラウンドに変わっても心配なのはスタミナだけ。あとは前回は手打ちだった。 海外の練習や公開練習も見たけれど、やはり手打ちでしたもん。シャドウからちゃんと腰入れて打たないとダメだよね。ただ、KO 勝ちはするとも、スピード的には天心の方が圧倒的と、試合で注意するべき点を挙げながらも、天心選手の勝利を予測しておりました。ただ、前回みたいに判定に持っていって、今回も面白い試合をしないとファンが離れると警告。前回の試合では、試合前、ぶっちゃけ天心、 パンチあんのと腰が入っておらず強いパンチが打てるのかと思ったのか厳しい指摘をし、試合後にも 相手をおちょくりじゃないけれど、あまりボクシングでは見られない行為があった。相手へのリスペクトも大事だよと指摘しておりましたが、やはり今回どこまで修正してくるのかが注目しているようです。なお、ここまで注目が集まる天心選手の2戦目ですが、天心選手の父、ナスカ会長は、細川バレンタインさんとのコラボで注目発言をされており、蹴りのような感覚の見えない技、見えない技術がプラスアルファされるともっと輝ける。 天心にはその技術があるわけじゃん。井上奈緒は井上奈緒で誰も持ってない技術があるし、井上奈緒でもできないものが天心はある。本当にそこの勝負ができればいいんじゃないか。と、井上奈緒選手の違いをコメント。そして、井上奈緒に意識は行く。何のためにボクシングに行ったと思うんだ今は滝井くんと比べられてるけれど、ぜひやるべき。そこをやって次に行っちゃいましょうよ。 井上尚弥君だって必ず負ける日が来る。天心だってキックを続けていたら負ける日が来ていたと思う。と、今話題の井上尚弥バース天心戦について語っていたことも話題になっております。既に井上尚弥選手、同じレベルじゃないとツイッターでコメント。また天心選手も井上尚弥選手にバチバチのアンサーをしておりますが、ぜひコメント欄で 選選手は井上選に届くと思うか教えてください。なお同じく井上選手との試合に臨む亀田選手も最近行われたインタビューでは WBA 側の対応を明らかに理不尽ですと断言するも井上選手は 現役選手の中で間違いなく全てにおいてトップだと思います。ただ、階級が上がっていくことによって、対戦相手の身長、リーチ、骨格も変わってきますと指摘。続けて、勝つ自信ももちろんあります。勝つ自信を持つための練習量は人一倍してきているつもりです。リングに上がるときは、勝つと思って上がっているので、どの相手でも思うことは一緒ですと答えておりました。これには細川バレンタインさんも、なんでだろう。井上直也と戦うこと、それが今のボクシング界の最大の価値なのかな でも、アフマダリエフと試合せずに階級アップするのは、すげえ残念だよ。友キがアフマダリエフと試合をして勝てば、ボクシングの強さを示す道に食い込むことができるよ。その場合、友キが示した強さを井上直也が無視するとは思えないが、もし仮に井上直也が試合をしてくれなければ、その時に階級を上げたらいいやん。その時誰も逃げだとか絶対言わないと思うぞ。亀田ファミリーが未だに誹謗中傷を受けるのは、ボクシングが強い弱いではなく、このボクシングの考え方、進み地にあるとも俺は思っている。 とと投稿ししてておりまたたたが確かかにアフフマダリエフとの一戦は見てみたかったところです最後にブレイキングダウンの話題です前回のブレイキングダウン10ではボブスアップなどが参戦加えてマサト選手らとも戦った元 K1 のレジェンドクラウスなども参戦しましたしかし皆さんもご存知のように朝倉ミングルチャレンジ生の西谷大成選手がクラウスに勝利試合後にもクラウス本当に戦ってくれてありがとう 感謝しかないです。子供の頃から知っていたから変な感覚。しかし、俺の方が強いとコメント。ただ、次はそれ以上に強い選手と戦いたいのか。クラウス倒したあの人って、もう戦わないのでしょうか。俺戦いたいと案に、朝倉未来選手とも何度もコラボしてきている。マサト選手と戦いたいとアピール。師匠の朝倉未来選手にさえ、戦いたい。勝つ自信があると述べていたので、その勢いが、マサトさんにまで行ったようです。 ただ、避難の声が相次いだのか。MMA の選手をキックボクサーがキックルールで倒してきたんでしょう。そんなん当たり前やん。 キックボクシングアマチュアの俺がレジェンドキックボクサーとやりたいって言ってなんでダメなんだ。こんなチャンスない。レジェンドになるとそれを大事にするから戦うのが怖くなる。クラウスは本当にすごいと煽りまくり、最後には小林松と俺は試合したい。絶対勝てるザコがと今までニュアンスだけでしたが、松戸選手をザコと表現して挑発しておりました。これにはファンから引退した選手相手に絶対勝てるザコがとかキモすぎやとある 数字から聞いいたんんんだけどマストさんはブレイキンングダウンななて出ないよ俺は本物だからって言ってたって。あと、小林正人さんねとコメント。また、平本蓮選手にも影響を与えたアカウントも、マサトを舐めるのもいいけれど、正人を舐めてるってことは、慶安を舐めてることと同じ意味、考えて発言した方がいいよ特言。そして、慶安、浅久選手からクズ扱いされたことで、西谷して俺がこれしたら100万再生。 お前がしても1万再生くらいかな本当のクズはどっちだろう稼げるクズと稼げないクズと朝倉未来選手からも西谷君は1回の試合で1000万円以上のスポンサーが集まるとの発言が飛び出していましたが集まる注目度の違いについて指摘しておりました個人的にはマスタ選手がブレイキングダウンに出るとは思えないのですがもし多額のファイトマネーを用意して出場することになった場合それこそとんでもないペーパービューの売り上げになる気がしますかぜひ西谷選手の剣道へのご意見もコメント欄で教えてください以上今回は 天津選手2戦目に押された声をまとめてみましたぜひ天津選手は祈りの合戦に届くか今回の試合への皆様の勝敗則もコメント欄で教えてください次の動画では那須川天心選手の試合結果速報についてお伝えする予定ですのでぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちくださいなお今回の動画が良かったら高評価ボタンを押してくださり通知ボタンも応援してくださると励みになります以上今回も動画をご視聴いただきありがとうございました別の動画でも終わりで昨日楽しみにしております